はいライブをしていますちょっと昨日と漢字が違うのわかりますかどうでしょうかどこが違うでしょうかわかりますか昨日もねあの後でアーカイブなどをたくさんの方が見ていてくれたようなんですけれども昨日の私と今日の私が何かが違うんですわかりますでしょうか 分かった人はね、アーカイブで見てる人もコメントに残してくれると嬉しいです。そうなんですね。いろんなことが違うんですよ。<laughs> 何が違うでしょうかあれだよ、髪型が違うとかさ、そういうことじゃなくって、何かが違うのわかりますかはい、どうでしょうかね。そう、第、あの、今日のね、トピックにも書きましたけれども、 ゆったりまったりっていうことなんですよね。ゆったりまったりという雰囲気になっています。なぜならですね、あの、今日ある気づきがありました。うん。あのね、それはね、今日はフラのティーチャーコースのね、もうすぐ卒業の方のレッスンだったんです。 はいでその中で、あのー、本当にね、生徒さん、受講生さんって、私にとっては、やっぱり私の内面が投影されるっていうの、分かりますか先生方とかね。あの多分,分かると思うんですけれども、関わっている方って、やっぱりそうなんか相手は鏡なので、なんかね、気づかせていただけるんですよ。 うん、で、そのあたりを、はい、今日はちょっと解説していこうと思ったんですね。あのうちはティーチャーコースって言って、1年間のフラのクラスをやっているんですけど、フラのコースですね、講座をやっているんですけれども、あのやっていることが私がハワイで修行して、ね、習得したものなので、やはりハードなんですね。で、やっぱり私自身もハードな、 頑張って頑張って頑張って頂点掴んだみたいな状態でやれているものだったりするのでやはりね教えているうちに責任感だったりね やっぱり自由だけど、こうふう風にしようねとかって、どんどんなっていくわけですよ。でも、卒業間近になると、卒業のセレモニーというのがありまして、それに向けて、もうすごくこう、佳境に入っていくわけですよね。そうなっていた今日、生徒さんのレッスンだったんですけども <laughs>、なんと今日は、あの、すごいことが起こったんです。何かというとですね、前回、2週間前に、 やったレッスンの時に3番まであるねあの曲をやって2番まで歌って叩くできましたで歌って踊るもできましたまでやったんですよ、ね、だから今日はそこまでを見せていただいてじゃあ3番仕上げていきましょうねのはずだったんですけど今日生徒さんがね やってません <laughs> とかって言われて <laughs> 私もすごくきょとんとしてすごくびっくりしたええー、何何どういうことって思ったんですよねでそしたらなんか全部抜けてますっておっしゃっててあ全部忘れちゃったんだ <laughs> と思って <laughs> でももう卒業間近だからものすごくこう実力がついている方だからえどういうことなんだろう <laughs> と思ってであのねやっぱり でやれないのに3番には行かれないよねっていうお話からじっくりとねお話を聞く時間でコンサルになっていったんですね。うちのコースはただフラを踊ってるのではなくてやっぱりあれって思った瞬間にはこうコンサルに変わっていくわけですよ。うんうん、カウンセリングっていうよりもコンサルなんですね。そしてお話を聞いているうちにもともとが先生になろうと思って入ってきてない。 ね、私と長くもうなるべく長く一緒にいたいっていう思いから入ってきてくださったんです。でもともとはボイストレーニングですねストアカーでやっているボイストレーニングからこう入ってきた方なんですけれどももう1年前とはもう激変したんですよ。本当にいい声がどうで出るようになって自信を持って自分のね大好きな世界を こう楽ししんんででいらっしゃる方なんですよねそうなんです。ですから、もともとが先生になるっていう方ではなかった。だけど、私のティーチャーコースはたくさんのものを学べるので、ぜひやってみたいということで入られたんですね。うん、ですので、私もそのつもりでずっとやってきました。で、卒業が近いので、えっ、ー、と、今日ももしも、えっ、ー、と、 先生にならなくちゃとかって、もしもちょっとでも思ってたりするんだったらば、最初の時はそうは言ってなかったんですよっていうお話をしたんですね。そしたら、どうやら、この、まあ、11月、ね、そういうのがこう上がってきていて、えー、ちょっともやもやしてたようなんですよね。そうだけど、共有う言われてたのがあの、先生にならないっていう方のお話ではなかったんですね。 あの、こんなに楽しくて素敵なもの、ね、素晴らしいものなので、私はこれを伝えていきたいんです。広めていきたいんですって言い出しました。はい、心の声だったんですね。で、今日はそれを言うために、全部がパッカーンってなくなっちゃったような状態でした。 私もそれを伺ったときに、お話を聞いたときに、ああって気づきがあって、そしたら彼女がちょうどそのその瞬間に、実は私はこの折を言ったり、かひこのことをやったり、たたいたり、歌ったりすることも、どうやら前世で全部やってきています。だから私はできるんです。ということもね。 お話しした人んですね。ああ、来た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 って思ったんです。あのうちのね、うちは何でフラスクールじゃないのって言うと、女神のヒーリングスクールってなってますよね。そういうことなんですよ。皆さんの魂が覚醒していくわけですね。覚醒っていうか、そう覚醒でいいのかなそうだからなんか思い出す本当に。 この世に生まれてきた理由を思い出すっていうためにやらせていただいてるんです。だから本来だったら今日のレッスンは、えー、2番までやってきてないから3番に至れないんじゃないのって話なんですけれどもそうじゃなかったっていうのがさすがうちのスクールだなと思ったんですね、うん。本当に目覚めちゃったんですよ。伝えたい、広めたい。じゃあどうしてもやもやするの っていうところには、みんな思い込みやすり込みがあったわけですよね。フラの先生になるんだって思ったら、え、私にはできない不安です、心配が出てきちゃいました。だから私がそこを言い換えました。はい、フラの先生になろうって思ってきてないよね。そして、さっきもあなたがそう言っていたのは、伝えたい、広めたいだったよって言ったら、 ああ、本当だーっておっしゃいました、ね。伝えたい、広めたいには、先生でなければならないってないじゃないですか。でも多くの方が、そこをね、結びつけちゃっていますよね。こうでなければいけないって。そう、そしてこれが、はい、今日のクイズですよね。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちくださいね。 今日のクイズでございます。昨日の私と今日の私が違います。さあ、どこでしょうということです。今日は生徒さんを通して私も気づきをいただいて、そして今とってもハートがあったかくって、とても気持ちいい状態でいるんですね。そうなんです。実は私、昨日言ってましたね。で今日出そうと思っている。 YouTube でも、えー、昨日の朝語っているのを出そうと思っているので、えー、と全部違いを、ね、見てほしいんです。人ってどうしてこんな短時間でこんなに変わるのってとこをぜひ見てほしいんですけれども、そうなんでですよ今とっってもハートがあったかいです、ね、今日の、ね、朝活ライブでもとっても、ね、穏やかで心があったかかったんですね。 うん、でそのつながりでレッスンしても心があったかくて今、1つねあのお話し会があったんだけどそれの時にも本当にあったかくて素晴らしい時間を過ごさせていただいたんです。そして今なんですけれども、えー、とどういうことかというとですね、えー、と本当に本当に、うん、頑張りすぎてしまった私がいたわけですよ。 頑張るの手,、ね、手放したのって言ったんだけれどもやっぱりどうしても、えー、とそういう中にポーンって入ったので、ね、そこはできないことは習得した方がいいしみんなに合わせた方がいいしっていうのはね大人ですからね当然なんですで。できないことはできる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 私にはできるでやっていけばいいじゃないって思うわけなんですけれども。 えとやっぱりね慣れないところにポンって入ってで久しぶりなので結構お顔もねメンバーも変わってたりする中に入った時にやっぱりちょっと緊張したりしますよね。うん、それとか、えー、と今週、ね、始まったばかりハワイはね始まったばかりですけれども今週末には、えー、とちょっとバタバタする。 行事ががあっったたりりするのでそういういいに頭が行っていたりとかいろんなこととがありましたでとにかくやっぱり昨日は本当にね動画でライブをした後に言ってたじゃないですかこれからまだミーティングがあるのってでそのミーティングもやっぱりですね非常に非常に「はあ」みたいな,なんか「はあ」っていう感じのミーティングだったわけですよね。 うん、そうすると、やっぱり多くの方が自分ができていない点っていうところに一気にフォーカスしたエネルギーが流れてきたんですよ。で、まれなく自分もその中で自分のできてないところにフォーカスをしてしまった自分がいて、で、ちょっとへこんでしまったっていうところもあるわけですよね。 そしてエネルギーですから、結局、みんながそういうエネルギーになってしまうとどうなるかっていうと、心配とか不安のエネルギーになってくるわけじゃないですか。はい。で、そこで私が、えっ、ー、と、なんかちょっと重たくなったなって感じたので、はい。そのね、大事なミーティングでやっていることを私は、えっ、ー、と、約、 2年まだ2年経ってないんですけど、2年前ぐらいにも同じところにいたんですね。でそこであの皆さんと、えー、ロープレって言ってね、あのー、なんていうのかな、えー、と実際のことを、えー、お互いにロールプレイして、えー、録画に残してフィードバックするっていう練習をしていたんですで。その動画が残っていましたから、見てみたんですよ。そしたらですねなんと まあ今みたいな私ではなくて、まあ、なんとお人形さんのような可愛らしい私が出てきましてです、ね、そしてあの本当に当然マインドっていうんですかねもうしっかりとその辺がすっと整っていてですよ何ができるってわけじゃないんですよだけど整っていてあのもう淡々とやっているわけですよ、まあ、それセールスのことねセールスですの話ですよ。ね、それを することを今学んでいるのでね。そう、そしたらですね、あの、えって思って、な、な、なに、なでこんな、えこんなだったんだ、私、と思ったのね。で、それは悪い意味じゃないんですよ。本当に、あの、本当に自信たっぷりにお話をしているから、これだったらお客様は安心して、 私の話を聞いてくださるよねっていう私が喋っていたんです。だけども、あの、もうすごかったでしょ本当になんかね、あれどうしてあんなに顔、あんな顔だったんだろうっていうぐらい、あの、なんか本当き綺麗にお姫様みたいになっていてですね。で、おしゃべりもなんかこういうなんかちょっとうるさい感じで喋らない感じでね、で淡々とあの全部やってるわけですよ。で、それを見た瞬間に、 今日の生徒さんが同じことを言っていたってことですよね。だから、前世で私やったことがあるんでできるんですっていう言葉が出てきた。で、実は私今日を、だからその動画を見て休みましたよね。で、朝起きたときから、なんかとてもリラックスモードだったんですよ。うん。そして、その同じことに気づいてたわけですよね。ああ、そうそう、だから、 私のその悪い癖っていうのが一生懸命やらなくちゃ置いてかれちゃうみんなについていこうってなりがちなんですよ。うん、これはね、私三人姉妹の年の離れた三人姉妹の一番下だったからお姉さんたちが私が生まれた頃にはもう大きかった、すごい大きかったわけです。大人だったわけ。だからどうやっても追いつけないじゃないですか。 ねそういう中で育っていたっていう部分から、それなのに私頑張るっていう子だったわけですよ。だって頑張らないとね、お部屋にも入れてもらえないわけよね。大人ばっかりだから、また来たみたいに言われちゃうから、だから早く大人になりたい、みんなの仲間に入りたいって感じで一生懸命だったわけですよっていうのも思い出したんですね。うん。で、あららららら、そんなことしていたら、またね、自分の中の子が、 悲しんじゃうじゃないと思って、そまあ、実際にね、昨日もお話ししたように、そのミーティング出る前のコンサルで大泣きしてるわけですから、<laughs> ああ、全部分かったと思ったんですよ。そして、えーと、やっぱり本当にね、それを生徒さんが見せてくれて、はって思った。だからそこで私は生徒さんにアドバイスをしたのは、そうよね、もうすべて知っているし、できるのよね、 だったら、次2週間後までにやることは、これとこれとこれだけだよねっていうふうにアドバイスをさせていただきました。そしたらは生徒さんは、もうすでにですね、あの先生として教えるということではなくて、えー、たまたま他の特技もあるので、それと組み合わせた形で、必要な方に伝えていくっていうのがもうね、できてるんですよ、道が。はい。 でそちらの方をやっていきたいと思いますということをねちゃんと発言されていました。わかりますかちゃんと光の道が見えたんだって私もそうだったんです今日。<laughs> だからね本当にねあのたくさんの方が不安や心配を抱えているかもしれませんが。 不安とか心配のエネルギーって、本当に波動がドーンと落ちちゃうんです。そして、例えば自分の子供のことを心配したりね、私も散々やりました。気をつけていってらっしゃい。車に気をつけてね、変な人に気をつけてね、変なお姉ちゃんについていかないでね、なんて散々やってたんですよ。わかりますかねそうしたらやっぱりさ、そうなっていっちゃうわけじゃないですか。そしてね。 心配や不安のエネルギーですよねそういうのをやっぱり皆さんからいただくとどうなるかっていうと私たちの筋肉がすごく硬くなってね、昨日も実験してたのがペットボトルをねこうね腕で持ってあげるっていうのをやったんですけども心配のエネルギー受けちゃうとねもう重たくて上がらなくなるっていうのをやってみたんですね。 ええー、じゃ、ものすごく波動下がってるんですよね。うわーって思ったんです。でも、そう言いながら、昨日の私は大泣きしてるわけ。心配して大泣きして、不安です。大泣きしてるわけですよね。だからね、もう本当にね、私っていろんなことを体現しながら、こうやって実践しながらで、それで気づいたことを皆さんにお伝えしているわけなんですよ。ね。そして、今も、 またちょっとなりそうになりましたね。わかりますか私がすごく早口になるときっていうのは、やっぱりちょっと違うところに行っちゃうときにそうなりつつあります。はい。私自身っていうのは、まったりしたゆったりモードで話しているときがちょうど良い加減なんですよね。 分かりますかだからねそのセールスのねロールドプレのね練習とかでもサバさんの方とペアになってやるんですよ。でももし私がお客様だったらばどこに一番ね惹かれていくんだろうなーっていうふうな思いでフィードバックとかもねさせていただいているんですけれども、うん、なんかやっぱりさ 頭じゃないね。思考じゃないんだよね。って思った。頭の方でくるくるってやっちゃうと違う。だけど、ハートだけでもないってことに今回気づきました。思考とハート、感情、そして紐が座っているかどうか、そして魂部分でどんなことを思っているのかっていう部分が 全部つながって一直線になった状態で、ね、お話をしていくと、すべてがうまく回っていくんだよね、っていうことに気づきました。だから私たちは、本当に自分を整えることが一番大事なんですよね。昨日と全然違うでしょね。 昨日なんかは本当に一週間ほとんど寝てないですよね。ファスティングしてるから、いっぱい寝た方がいい時期だったんだけど、まあ、凄まじかったですよ。はい、戦闘モードだったんですね。わかる戦闘モードってあれだよ。サバイバルモードになっちゃってたんですよ。だからなんか知らないけど、自分のね、お仕事の方とかが、なんかこう、 ストップしちゃったみたいな。<laughs> でもそういう時期もね、ちょっと必要かなとは思ったんですね。うん、そして、えーと、流れに乗ることができて、えー、ここで今自身を取り戻すことができて、そしてインナーチャイルドちゃんも納得しているし、肝も座っているし、思考も安定している状態の自分がここにいるから、やっぱりね、そういう挑戦っていうのはすごい良かったなと思っています。 そしてまだまだね、これは完成させるまでにはもう少し時間がかかると思うので、まだまだ挑戦はし続けていきたいと思っています。でも必ずやっぱり自分の感情を大事にして、自分のハートが何を言いたいのか、そして腹の声は何を望んでいるのか、何を言いたいのかっていうことをしっかりと自分が感じてから進んでいく。 一歩踏み出していくっていうふうに決めました。でも今日ね、生徒さんが本当にね、自分の口からね、どうしたいのかっていうのが言えた、それを聞ける、ね聞けた、湧き上がってきて、声に初めて出したのを聞けたっていうのがすごく嬉しかったんです。そして、えー、私のところで学んでいる生徒さんたちが、実はみんなそうだったっていうことに今日改めて気づきました。 それぞれ入る時期が違うから卒業する時期も違うじゃないですかでその度に感動してるんですけれどもやっぱりねついついこうだんだんこう忘れてってしまうんですねで今日ちょっとねあの振り返ってみたら皆さんがそうだったっていうふうにね感じたんですだから私のところのフラースクールじゃなくてヒーリングスクールっていうのは、えー、とどうしてヒーリングスクールかっていうと ヒーリングとかスピリチュアルなことだけを教える講座もあるからなんですね。だから、フラをやらない講座もあるので、ヒーリングスクールとしているんですけれども、やっていることはみんな一緒なんです。うん、だから、一年長いような気がしますよね。でも、古典フラ、フラカ飛コを通して、楽器を叩きながら歌ったり、 踊りながら歌うことから、ハワイ語ですよね。今日の生徒さんも言ってました。ハワイ語で知らない言葉がたくさん出てきているはずなのに、すぐに覚えられるんです。っておっしゃっていました。そして一番最近入られた生徒さんは、普段の経験がない方がティーチャーコースに入ってきているんですが、なんと同じようなことを言っているんですね。 私のインスタライブの練習あの動画を見て予習しといてねって言ったら、はい、とても気軽に予習をしといてくれてレッスンに来たんですがそしたらですね初めてなんですよ、初めての方なのに「おり」っていうねハワイのお祈りの言葉を言うのもすらすらとしかも、まあ、ボイトレもね1回参加してますからねあの分かってはいるんだと思うんですけども、まあ、いい声が出ます。 もうね、えすごいと思ったんですね。うん、で、その方も入るときは、ボイトレに来てたのに、私はフラがやりたいんです <laughs> っておっしゃってて、結局、フラのコースに来て、で、ハワイアンヒーラーっていうコースにしますか、ちょっとライトな方をね、進めたら、いやあの、ティーチャーコースでーって言って、今がん、頑張っていないのかなちょっと頑張ってるのかなそう、やっていらっしゃいます。マイペースでね、やっていらっしゃいます。 で、本当にオリ、リハワイのオリを言うことで目覚めていく。あ、はあ、本当だっていうふうに感じています。そして、この間も動画でね、ちょっと載せましたけれども、同じ企業塾に私の生徒が入っているんですけれども、彼女も、もっか、頑張ってサバイバルモードのようだったんですよ。で、どうって言って、まあ、ちょっと忙しいっていうことだったので、あのお子さんがいらっしゃるのでね、 あの、じゃあ、折りを言ったり、ね、あの、行く叩いてみたりっていうことを復習してみると、自分に戻れるんじゃないかしらってアドバイスをしたら、やっぱりね、お散歩しながら折りを言ったりしてあの、気持ちを整えているそうでした。うん。だから、使い方は様々ですよね。先生になるためではなくって、自分を整えるために使っていただける、ね、 あのいいものなんだなっていうふうに思ったんです。うん、ツールっていう言い方じゃなくてね、今日なんかねいい言い方をねあのひらめいたんですけど忘れちゃいました。<laughs> <laughs> あらあらあら、昼間 YouTube 見ててね、その言葉は、ああ、そうそう、そうだねって、ツールっていうとなんか違うなと思ってたんだけど、すごいいい言い方をしていたんでね、今度また思い出したらお伝えしたいと思います。そんな風に、えー、私のところは、本当に、えー、マイペースにやってきて、ね、もう3年目ですか、来年になると3年目なんですね、オンラインスクールになってからは3年目になります。 でも本当にこれだけ皆さんがあの初めての方も含め来ていただけてそしてあの難しいですよね私はずっとやっててある時期に、ね、ハワイに修行に行きましたけれども初めての人もやってみたいって言って入ってこられたり経験が浅くても結局本当にやり遂げて卒業していくんですね。 そしてもう一つね嬉しいことがありました。私のところではフラカヒコを中心にやっているんですけれども、その方にとってね、たった1曲でいいから、その人自身の自分の曲っていうのを持ってほしくって、うん、アウバナの曲、現代フラの曲を1曲ね選んでいただいているんです。それはまあ、女神の曲であることと、まあ私 とか私の師匠の曲の中から選んでねということで一つね選んでいただくんですね。そして女神のその現代曲をやっていきます。そしてそれ卒業のあの卒業論文っていうのもおかしいですけれども卒業の試験になるんですけれどもえっ、ー、と自分でファクトシートといって でその曲にままつわる背景をを全部まとめたファイルを出していただくんですねそして、えー、とその曲を私と一緒にレッスンした後は自分でレッスンしていただいて、えー、お衣装ですねこの曲だったら衣装はどれにするつける霊はどれにするお花は何にするでどんな形どんな衣装どんなドレスで,でどういう この曲なんですかっていうようなこととかも全部モリモリやるわけですよ。で、全部その衣装も整って、花も整った状態で、はい、あの、願わくばお外がいいわねとは言ってますけれども、さまざ、あ、まな場所で動画をちゃんと作って、編集をして、提出っていうのがね、あるんですよ。ね。それがあると、その人にとって、 何々先生といえば、この曲ねっていうのがあって、これからずっと一生ね、それを踊っていけるじゃないですかっていう思いからやらせていただいているんです。ですので、結構ボリュームありますよね。ですから、うちはちょうど、ちょうど1年前に卒業した子が、やっと今月、その課題が提出できたんですね。でもですね、 あのね、本当にそのタイミングを待ってやってねっていうふうに伝えてあったんです。自分のタイミングがあるから、ね、そこでやってください。急ぐことはありませんよっていうふうにしていました。そしたら、もうね、もう皆さんね、提出してくださる方の素晴らしいんですよ。本当に素晴らしく、しっかりと向き合って、ね、ファクトシート仕上げて、そして、 動画を送ってくださるんですね。そしてどの方も本当に自分が選んだ女神様たちがちゃんと一緒に踊ってくださっているんです、動画の中でも。もうね、もうその表現力とか、技術はもちろんね、皆さんありますけれども、表現力がもう本当に素晴らしくって、いや、この曲を とても難しい曲なんだけれども、こんなふうに解釈したんだねっていうのが分かってですね、もうね、本当に嬉しかったですね。そして、フラではないビジネスのコースもう私はやっています。自分が企業塾で学んだままをお教えしているんですけれども、えー、その方はもう6年、7年目に入る、えー、女性の社長さんです。 ご自身で不動産会社をされているんですけれども、たまたまですね、あの宅建という資格がなくても、まあ、系列のお友達のところを通すと、そういうことがで、あの売買ができたりするので、まだ取ってませんという状態だったんですね。でもちょっとあの、コロナは多分関係ないと思うんですけれども、あーちょっとあのその、はい、お店の業績が伸びなくなってしまっていたんですね。 でその時ちょうど去年ですけれどもうちのビジネスに入られました。で私はやはりもうね経営者さんでやってらっしゃるんであればもうあの私が通っている企業塾をご紹介したんですけれどもあっオレナさんから習いたいんです <laughs> って言われたのであ分かりましたって言って私が教えていました。うん、そしてその方もやっぱり、えー、コースは コース、半年のコースかなあっという間に終わっちゃったんですね。そしてその間に業績は回復しました。たたたたたと業績回復して、えっ、ー、と、夢にね、アロハマップっていうビジョンマップを私のところは作るんですけれども、それもすぐに作って、もうオフィスに貼ってあったりするわけですよね。その中でやっぱりもう今扱っているものとちょっと全然格が違う物件を扱うっていうのがあったり。 もう素敵なアロハマップだったんです。そしたらですね、それをこうドーンって出したら、あっという間にそういう物件を扱うようになれたんですね。ってなったらば結局業績も上がりますよね。はい、わかりますよね。不動産やられてたらね。そして、あと、お客様とのやり取り、どういうやり取りをしていきますかっていうことも、私は企業塾で、 ね、対話をしていくっていうことを習いますからそういうこともお教えしましたらその通りにやられたんですそしたらお客様が喜んでくれました契約いただけましたっていうことがトントンで続いていたんですねでちょっとしばらく音沙汰ないなと思っておりましたらはい報告が来ました「あれました卓見の試験合格いたしました」って言ってね来たんですよもうね 本当にねあの、今ね、難しいらしいんですよね。そして、あのどうして撮りたいのって言ったら、ちゃんと目的があったんです。うん、だから大丈夫って私は信じていたんですけれども、本当に毎日毎日同じ時間に必ず勉強する時間を、ここで勉強するって決める時間を作って、ね、そこまで行く間はウォーキングをしているっていう、なんかちゃんとね、ルーティーンを作られていて、 あの見違えるようになりました。去年、うちに来たときは結構朦朧としている状態であの、数字見ててくださいって言っても、はっみたいな感じでわからなかったんですね。で、えー、と自分のところがどれだけ売り上げが上がっているかっていうのも、はっきり分かっていなかったんですよ、はいで。そんなところから、でもそれでもね、5年やってるわけですからね、素晴らしいんですけれども。だから 本当にマインドを整えて自分を整えるっていうことができたらもう本来の本当にね社長さんに戻られましたっていう受講生のお話でした。で、このあたりはまだね、あのインタビュー動画が撮れていないですねで。今年中に撮れたらね、ぜひね、皆さんにお見せできるかと思います。っていうふうに今日はちょっと落ち着いてお話をしてみました。 <laughs> 落ち着くの大事ですね。落ち着いてお話をすると、多分私らしさが全、はい、面にしっかりと出ているのではないかと思います。それにしても、私の目線が何でこう動いているか分かりますかここにリングライトがあるんです。大きいのがそこに 窓が開いていないのになんでちっちゃい虫が集まってくるのかなっていうのが気になってきっとどこかあ、ま、あの網戸がどっか破れてるのかちょっとわからない網戸通り抜けてくるんですかねそういっぱい来てると思って今見ちゃいました、うん、という感じで、はい、これまた YouTube の方にまね上げさせていただきますそうすると少し私の 今やっていることが伝わる,伝わるんじゃないかなというふうに感じています。そして現在のスピリチュアルリーダーさんのコースですけれども、こちらもですね、あの結構淡々と進んでいるコースなんですけれども、あのオーダーメイドで、ね、やれているクラスなので、なかなかですね、面白いですよ。あの本当にね、何かの瞬間にパカンって開くんですよね。開くと、 すごく行動ができたりします。うん、そしてあの、見えているものが違ってくるんですよね。視野が広くなるっていうんですかね。うん、だから、とっても楽しみです。そちらの方は、この間、カードリーディングをしていただいて、あのもう本当にね、良かったです。あの肝が据わってるっていうの,あの、すごく私も後押しをしていただいた感じが、感覚がありました。とても楽しみな存在です。 そうだからこうやって受講生さんを通してですね、やっぱりあの、なんかね、忘れちゃうんですよね。自分ができていたことをただ伝えているだけだからと思って、当たり前になっちゃったりしているんですけれども、やっぱり、なんか、それでいて私なんか、いやまだまだ私、ね、ビジネスちょっとその教えるなんてって、企業塾のね、そういうサポートに入ると、そう思っちゃうわけですよ。皆さん ね、やっぱ素晴らしいのでねだけど、あれあれ私ちゃんと受講生に結果出してもらってるじゃんって思えたところが今日の気づきなんですねそこをついついあの当たり前と思っちゃうんだよね。そうやっぱりそうじゃないんですで、そしてやっぱりねあの私の中の心に少しでも曇りがあると本当に受講生さんたちがそれを見せてくれています。 で本当にあのここまでね、ついてきてくださる皆さんには本当に感謝しています。そして卒業された方も、インスタとかね、フェイスブックでつながっているし、私はよく言うんですね、私のことを先生って呼ばないでねって言って、ティーチャーコースでも教えしています。だから、もれなくオレナさーんって呼びます、皆さんね。そう、それでいいんです。先生って呼ばれちゃダメなんですよ。うん、なぜはい、依存しちゃうから。 先生に習ってるから私大丈夫ってなっちゃうんですね。そしたら、独り立ちできないじゃないですか。だから私はあくまでも卒業されたら、まあシスターっていうのかな。兄弟の関係でいましょうね。親子じゃなくて兄弟の関係で仲良くしていきましょうね。っていうふうに申し上げています。これはね、とっても良かったですね。でもね、本当にみんな開いていきましたね。 いろんなことやっている人がね、普段やりますって来るじゃないでヒーラーコースなんかだと、やっぱりこうコンパクトなクラスだから、あのー、いろんなことやっている人で、普段が好きっていうぐらいで見たな来るじゃないですか。でもね、本当に開くんです。で単発でやった3ヶ月のコース、ありがとう、アロハを、ね、教えてたクラスなんかも、あのー、本当にね、どんどん心が開いていくんですね。うん だから、ただ踊ってるだけじゃないですよ。本当、教室行ってみんなで揃って、はいはいと踊ってるだけじゃなくて、お一人お一人とね、やっぱりお時間大切にして、えー、何か変化があったなと思うと、お話を聞いて、コンサルをさせていただいているんです。だから、あの、本当に生徒たちも、いろんなことが起こるんですね。で、これは、えっ、ー、と、リアルでやっていた時からそうでした。本当にリアルでやっている時から、 この修行というか、このフラカヒコでこで目覚めていくっていうことをやり出すとですね、いろんな問題がすぐね、目の前にやってくるんですよね。でそれをこう、まあ試練というか、お試しがどんどん来るようになる。そう。だけども、みんなそこを乗り越えるんですね。で、その時に何をしているかっていうと、ね、折を言うんです。ハワイのお祈りの折を言って。 で自然の中で踊ってたんですっていうとはい解決しましたっていう風になっていきましたねリアルの時もそうでした、うん、だからそこのやり方は一つも変わっていません、うん、今度ねあのカマリーオカポをちょっとレッスンしていこうかなと思って えーとまたたそれに、ね、ブログの方に出したんですねこれも2年前の忘れもしない宇宙から降りてきた時に、えー、動画コンテンツで作ったレッスンがあるんですけれども本当にその時の気持ちがやっぱりまたこう湧き上がってきているのでそこちょっとブラッシュアップをしてブログの方にご案内を出してあります。はい、それも、ね、オンンンライででレッスンがいいていますので ご興味のある方は、特にフラの初心者の方などは、はい、やりやすいかと思います。そして、私のレッスンがたった1回つくのと、あと、私のレッスンが3回ぐらいつくのと、というので、2つねあのタイプがありますので、ぜひやられてみてください。で、またですね、過去にこの,この動画コンテンツのクラスを取られた方も、はい、またね、 あの、ブラッシュアップやりますので、フォローアップか、フォローアップやりますので、遠慮なく LINE でお知らせください。先生たまに、先生じゃない、オレナさんたまには、はい、レッスンしてくださいって言ってくださいね。うん。あの、喜んでやっています。楽しいですからね。また、あの、近況とかもね、教えいただければと思います。はあ、なんか今日は本当にゆったりとして、いいですね。私はこれからちょっと、 ちょっと軽くお食事をいただいたらもう寝られるの今日は <laughs> 嬉しいです。今日も聞いていただいてありがとうございました。こちらの方はまた YouTube の方にアップさせていただきます。そしてインスタのレッスンでかひこのレッスンをしている曲がありますが、そちらのお手本動画につきましては、YouTube に来ていただきますと一番最初に流れるように、 設定をさせていただきましたので、ご覧になってみてください。そして、えっ、ー、と、かひこの、えー、歌詞や音源が欲しい場合は、えー、DM 等でお知らせいただけますとお届けいたします。で、先に言っていただいている方ももうちょっとお待ちくださいね。ということで、またまた明日もおしゃべりできたらいいなと思います。今日もありがとうございました。バイバイ